習のコーナーが変わってる。疲れた心を癒すヒーリングミュージック。へえ、こういうので癒されるんだね。みんなは。ヘッドフォン修理できてよかった。急に片方聞こえなくなった時はどうしようかと思ったけど、ようやく作業に戻れる。いろいろ遅れてるし、早く家に帰って作業再開しよう。レネロゴに新しい機能が欲しい？うん、こんな人混みでも軽々通り抜けられるような機能。これ以上機動力を向上させるのはなかなか難しいところがあるが、そうだ、逆にロボから人を遠ざけるという観点からのアプローチがいいかもしれないね。やっぱりいい。なんか悪い予感しかしないし。しずく、ちょっといい？しずくは身長を伸ばすためにやってたこととかある？え？いえ、特には。そうよね。実はみのりに身長を伸ばすにはどうしたらいいって聞かれて、ストレッチして体を柔らかくすれば伸びやすくなるんじゃないかって答えたけど。あ、それはいいわ。なんだか伸びそう。そう？みのり、朝見かけた時もスマホ見てニヤついてたけど、まさか一日中そんな調子だったわけ？だってこれ見たよ。トリミングしたてのサモちゃん、モフモフでしょ？これは確かに見てるだけでも幸せな気持ちになれるモフモフ具合でしょ。でしょ？うん、早く帰ってモフモフしたいな。もしやその袋、今日新しくオープンしたショップの？そっちの袋はニューヨーク初の限定ショップの。ふふ、エナ、見たいなら分かってるよね。そっちこそ見たいなら先に見せてよね。見なかった？は？それってあの犬の子？そう、近所で飼われてる子が逃げちゃったらしくてさ、万が一生徒が噛まれたらまずいってことで風紀委員総出で探してるんだけど、あんたたちも暇なら手伝ってよ。俺は構わないが、アキトには無理だ。そうや、お前。あれ、なんか用事？おう、まあそんな感じだ。悪いな、俺は行くぞ。前から思っていたが、このテーマパークのマスコットはどうしてペンギンなんだ？まだ子供だからまん丸で可愛いけど、大きくなったらすっごいんだよ。ん？もしかして大きくなった時の姿みたいな設定もあったりするのか？ないよ。
ないのか。興味あるみたい。次の練習の時、雑誌や写真を持っていこうかな。
になってよかった。手伝いありがとう、レン君。今作った装置が爆発ではな、ステージになっていたね。